サマなんですが季節によってですね南北に回遊するお魚なんですねはいじゃちょっとこのサンマくんを作ってサンマくんはくんを使っていろいろご説明しますねサンマちゃんじゃないのサンマちゃんサンマさんあなんでえサンマさんこれ釣り場のあたりではいサンマというの生まれてここからどん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 北上していきますググとそしてこのあたりで親潮の冷たい中でたっぷりと栄養を取ってこのあたりでわっ さんまさんがぷっくりとこのように成長しますそして今度はそのおやしの流れに乗ってこの千島列島をこのように行くとで今のこの時期は北海道で取れるわけですね、ここからまた南下します、9月、10月、11月とこの千葉沖まで行きます。 そしてずっとこの辺り、実はこの地方の辺りまでサンマ来るんですね、はい、ただこの辺りまで行くと結構またこの暖かい海、そしていっぱい泳いでまた痩せ細って細いサンマが取れるそうなんですね。ただこういった細いサンマを生かした三重では郷土料理があるんですが柴田キャスターご存知です哲夫さんも知ってるかうういなはいこちら、さんま寿司 という郷土料理があるんですね。結構、あの、お酢の風味が良くて、あっさり食べられる美味しいものなんですよね。<ー>細くなったサンマを生かす。うん、食べ方なのね。そういうことですね。<ー>はい。で、あの、ただ、この尾鷲とか熊野でも、ここ数年はサンマが取れなくなっているそうで、はい、サンマをめぐる環境というのは、ここ数年、本当に厳しくなっているんですね。はい、じゃあ、なぜ今年は北海道でたくさんサンマが取れたかと言いますと。はい 水産研究教育機構によりますと実は去年の後半から日本近海で、まあ、0歳若いサンマを多数確認したそうなんですね。うん、でこのサンマが大きくなって今回その豊漁となった漁場に現れたのではないかというふうに言われていますじゃあ去年のサンマありがとうってことですかそうですねなるほどただ、はい、永遠には続きません,んこのサンマフィーバー。はいはい 実は10月まではこの同じ漁場でこのたくさんサンマが取れて好調維持しそうなんですが、うん、そこからはですね東の沖からね東の海からこういって沖に来るサンマちょっと小さい小ぶりなそうなんですねああなるほどしかも量も少ないので11月以降はちょっとこの好調維持できないのではないかというふうに言われています、うん、じゃあ食べる時期が大事になってきますね10月だね10月ぐらいが一番いいのかな、うん はい、そうですね。ここまでは好調維持できそうということですけどねた<ー>だ鉄、はい、野さんサンマって秋の味覚っていうじゃないですか今年これだけ暑かったですからちょっとサンマいただいて鈴木、うん、さん秋感じたいなって思いました <laughs> いやもうとにかく食欲の秋は僕は一番怖いので、はい、<laughs> 食べ過ぎちゃうそういうことそういうこと、はい、だけどサンマだけは食べたいよね おととし年なったと思う僕なんか、うん、やたら細いさんまで悲しくなってきたんですけど今年は期待できますから、はい、10月ごろまでが好調だということです。うん